白金ライドルミカです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はるかわなのはさんの、生誕祭ということで、ちょっと早いですけどお誕生日、すみません感じちゃって、ちょっと早いですがお誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。二十歳っていうと特別ですもんね。ちょっとね、ちょっと特別ですもんね。あれ、二十歳のこと覚えてます？覚えてる、ね、こんな嬉しい時に、おめでたい時に呼んでいただいて非常に光栄でございます。さあ、それではですね、今日の白金アイドル塾メンバー紹介の方に移りたいと思います。今日はですね、メンバーの片山あかねちゃんが久しぶりのステージということで、赤ちゃんといえばいちごミルクに溺れたいでおなじみですね。ということで、メンバーも〇〇に溺れたいをつけて自己紹介お願いします。はい、犬に溺れたい、高校1年生15歳、よてぃことゆわです。よろしくお願いします。はい、かわいい美少女に溺れたい、みーちゃこと黒木みさです。よろしくお願いします。みーちゃー、溺れたい、海に溺れたい。よろしくお願いします。ガチで命が危ないやつ。はい、ミルクティーに溺れたい、山崎鈴香です。よろしくお願いします。はい、いちごミルクに溺れたい、片山あかねです。よろしくお願いします。溺れてます。はい、私はみんなメンバー多分可愛いこと言うと思うんで、私ちょっと可愛くないこと言いますね。お金に溺れたい、せいちゃんことせいなです。よろしくお願いします。素直でいい子だ。いや、言いづらいな。はい、牛乳に溺れたい、桃田桃子です。よろしくお願いします。はい、チョコレート大好き、チョコレートに溺れたいかな、おだみきです。よろしくお願いします。チャーリーな。はい、みんなの愛に溺れたい、ちりめること坂口夏です。よろしくお願いします。うわー、下関じゃまだ私のキャラまだみんな分かってないかなと。次の曲行こう。心に傷を負った。さあ、それでは次の曲に移らせていただきたいと思います。甘酸っぱい恋の味、ピュアハピー、初恋ソーダ。Oh!
それではここで白金アイドル塾からいくつかお知らせをさせていただきたいと思います。私と片山あかねの卒業ライブのことなんですけど、来週の4月29日に福岡の天神の近くの B3 さんっていう会場であります。最後なので来てほしいです。よろしくお願いします。はい、そしてその次の日の4月30日にドラム B1 さんでエレガントフェスティバルボリューム0が行われます。イエーイ。こちらのイベントではですね、エレガントプロモーションに所属している全ユニットさんが出演するので、ぜひぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、なんと一部の方でもお知らせをしたんですけど、なんと私たち白金アイドル塾に新メンバー2人が加入することになりました。そのお披露目がですね、1ヶ月後5月20日のですね、私たちの主催ライブの時にお披露目ですので、よかったら皆さんお越しください。よろしくお願いします。お願いします。新メンバードキドキですね。ドキドキですね。お楽しみに。さあ、それでは今日の締めを久しぶりの赤ちゃんにお願いしたいと思います。はい、以上白金アイドル塾でした。ありがとうございます。